それではですね、今からまあ90分ぐらい、ちょっと皆さんにも協力してもらいつつ、私も頑張りつつで、隣の2人とも助け合いつつ、もう少しコーチングのプロセスを進めていきたいと思います。で、目標具体的になりましたか？で、なんかね、まあ今日はちょっと実験でね、1ヶ月後の目標を書いてますけども、3ヶ月後の目標とか6ヶ月後の目標とかをいろんな側面からとにかく具体的に書く。で、もう神様に提出したら自動的に叶えてもらう、ね、で、だから神様が誤解の余地なく何が欲しがってるのかを明確にすればですね、それ叶えてもらえるっていうぐらいの気持ちで書いてみることです。で、そういうものが取り組みやすい目標ですから、だし何をやったらいいかをね、こっち側にインスピレーションを与えてくれる目標ですから。で、なんかどっか落としてるジャンル領域があると、そこは叶えてくれませんから、そこどうなっちゃうか分かんない、それも危ないから、だからいろんなジャンルをね、こう大切にしながら、で、具体的に書いていくっていうことね。で、自分のことも周りで起こってることも、でいろんなジャンルで何が欲しいかっていうことも明確に書くという、練習をする。で、自分がそういうことできるようになると、クライアントさんのね、言ってる目標でもっとここ具体化した方がいいのになとか、あ、ここ抜け落ちてるな、そうするとこういうこと意識がないから1ヶ月後変な風になっちゃうんじゃないかなとかっていうことが直感として働くようになる。でも、それが自分がそういうトライをしておかないと働かないから、だからすごくなんか緩やかなコーチングになっちゃうってことね。落とし穴があるコーチングになっちゃったりとか、クライアントが何をやったらいいかが分かんないまんま、クライアントをこの実際の現場に放り出すようなコーチングになっちゃう。で、目標を具体的に作って、それがね、本当にやりたいっていう目的とちゃんとリンクしてたら、クライアントは目標を見ながら毎日、じゃあ今日どうしよう、今日どうしよう、今日どうしようって考えていったら、何かの行動生まれるわけだから、そういう意味ではなるべく具体的な目標を作ってあげるというのは、クライアントをね、サポートするためには素晴らしいことよ。で、だからね、平本さんはね、成功するのに目標はいらないって本書いたけど、あれは書いてね、後で軌道修正してますから、本人の中では、いや目標はいるんだって言ってますから目標はいるんだと。で、ただね、あれね、分かりやすくするために目標はいらないっていう名前にしてるだけで、実はね、英語版は出されてないんですけど、成功するのに目標はいらないっていうののね、英語訳のタイトルも実はあの本に書かれてるんですよ。で、それはね、目標の代わりにビジョンって書いてあります。要は必ずしもビジョンじゃなくてもいいんだと、価値観でもいいんだというのが平本さんの言いたいことなんです。要は先ほど絵で書いてありましたけど、ああいうものが苦手な人もいるから、未来の場面がね、苦手な人もいるから、別にそうじゃなくて、価値観ワードも出しましたね、これが大切って、ああいうものを大切に生きていくんでもいいんだよというのが、あの本で伝えたかったメッセージなんだけど、なんか成功するのにビジョンはいらないって言うのと、成功するのに目標はいらないっていうのと、まあちょっと違うんだけど、なんかどっちの方がなんかね、読んでくれる人が多いかなとか、なんかどっちで悩んでる人が多いかなとかって、こう考えた時に、なんか目標っていう言葉にしたっていうことで、実は平本さんは人生変えたかったら目標は必要だというのは、ずっと言い続けてることです。で、あれはしかも一般向けの本だし、私たちコーチはね、せっかく自分のコーチング受けてくれる人には、なんかもうできる限りやっぱりね、目標を明確にする、でそこに向かってアクションを起こすっていうことを一緒にやっていくんだと言うつもりでいてください。で、それを基本にして、でもどうしても目標アレルギーで、目標トラウマで、目標を考えるともう体調が悪くなってどうしようもないっていう人がいたら、別の扱いすればいいんだけど、でも自分は目標作れるし、作るの手伝えるしっていう状況を自分で作っておくことね。やっぱり具体的な目標が私たちにずっとこの方向性を指し示してくれるとかね、私たちの行動っていうものをこのに対してインスピレーションを与え続けてくれるっていうことは、自分でも体感できるようにぜひしていただきたい。で、今日それの、まあ、最初の一つの実験をやってるっていうことなわけです。さあ、では今度はですね、これに向かってやったら良さそうなことっていうのを可能な限りたくさん大量にブレストするっていうのをやってみたいと思います。で、だからできるかどうかとか、やる時間があるかどうかとか、そういうのを無視して、あ、こういう練習してみるのもいい、こんな人に会ってみるのもいい、こんなこと試してみるのもいい、こういう本読んでみるのもいい、こういうこと試してみるのもいい、この人とこういう話するのもいい、こういうことやってみるのもいい、可能な限りたくさん、この1ヶ月の間にこういうことができたらいいよなというのを可能な限りたくさん書き出します。で、何に書き出すかというと、付箋に書き出すので、で、また白紙が出てきますから、で、白紙はね、今度はね、何枚か使いますから、もうね、近所に白紙がちょっとした山になって置かれると思いますから、それからどんどん自分で取っていくということを今後はしたいと思います。はい、では、白紙をいろんなところにバラバラと置いていただいて、で、皆さん、まずは1枚取ってね、で、
1枚白紙を取った人はそこにねもうどんどん付箋を貼っていっちゃってください。要はねこれも脳に対する刺激ですね。いっぱい空白があるとそれを埋めるような気持ちに脳がなりますから。でこれね平本さんからね教わったことの中でもすごい重要なことなんだけど、コーチングは拡散と収束ですっていう言葉があります。で何にしても最初はいっぱいいろんなことを出してみる。最初から絞り込むとろくなことにならないから、だからこれ未来のアイデアもいっぱい出してみる、自分の気持ちもいっぱい出してみる、同じようにアクションも最初はもう拡散させる、ブレストする、で最後収束させていけばいいわけですから。でそういう意味ではいっぱい書けるようにですねいっぱい貼っちゃってください。でほらこうやって空の付箋が貼ってあるとなんかいっぱい書かなくちゃいけない気持ちになるでしょ、ね、でこういうふうに脳を追い込んでいくんですよ、ね、そうすると苦し紛れのものも出てきて、でその中にお宝があったりしますから、ね、でブレストってそういうもんでしょ。でブレインストーミングもロジャースの教えを守ってますよ。評価判断しない、ね、でやっぱり自分の中で評価判断するとアイデアが出てこなくなりますから、だからどんなにつまんないと思えることでも書き出しちゃう、絞り込まない、で出しちゃうと出てきたものが見えるからそれが刺激になります。いいですか、これは見える化のプロセスでもあります。 OK、 じゃあ1ヶ月後に向かってやったら役に立つかもしれないことっていうのをいろんな側面からランダムにどんどん書き出します、なるべく具体的に。でこれはもう自分さえ分かればいいので、自分が分かればね、どんなに短くしても構いませんから、じゃあどんどん書いていきましょう。はい、じゃあまずは量を書こうとして書いてみます。1ヶ月後に向かってこんなこと、もうね時間は無限にあると思ってください。要は時間無限にあるしエネルギーもあるから、やろうと思ったら何でもできると思ってまず1回出します。できるかどうかとか時間があるないとか予算があるないとかとりあえず無視して、あこんなことも役に立つ、こんなことも役に立つ、もう本当にブレストですね、アイデア出す体操だと思って。でこれまでの自分だったら到底やらなそうなものもね思いついたら書いてください。別にこれはやるべきことリストじゃありませんから、やったら効果があるかもしれないことリストなので、目標の紙を見ながらなるべく大量にアイデア出します。もう脳トレだと思って、柔軟さとかねスピードとかを鍛える脳トレだと思ってどんどん書きます。で今日のこの後の学びのために皆さんにお願いなんですけど、到底こんなこと全部できないぐらいの量を書いてくださいね。そのことから今日はいろいろ学びたいので、余裕でできる量で止めないでください。工夫したらできそうな量でも止めないでください。到底こんなこと全部できないし、まあ多分やらないだろうというぐらいのいろんなバリエーションのものを大量に書く。さあ手止まってる人は書き続けます。書くことをね自分にやらせますよ。最小限の刺激を自分に与えて書き始めます。考えるモードになると止まっちゃいますから、あと1分で次に行きます。1分間で書いてある付箋は全部書くぐらいのつもりで、真面目に考えてる人はちょっと自分の頭を空想の中で 2,3 発殴って少しバカになって緩めて適当なことを書きます。コーチは真剣はいいけどあんまり真面目だとね、クライアントもなんか考え方が柔軟じゃなくなるから。 OK、 さあそれではまたね書いたりしても構いませんけど、今度ちょっともう一つ皆さんにお願いをします。今すごいランダムに書いたね、で整理されてないと思いますから、少しなんか張り替えたりしてグルーピングをしてみるということをしてみます。グルーピングしようとしてみると、あ他にもこんなのがあったって気がついたりとか、あこういうジャンル丸ごと抜けてたって気がついたりすることもあります。そうしたらちょっと付箋を増やしたりしますから、張り替えたりしながらちょっと書き加えていくということを少しやっていきましょう。はい、では、書かれたものっていうのをグルーピングしたりしながらちょっとねまとめたりとか張り替えたりとかってしながら、あこれとこれ一緒だなとか、これとこれ近いなとか、あいい、コーチングっていうのはスキルじゃないです、技術じゃないの。クライアントがこういうふうに集中して自分とコミュニケーションを取るとか、それを見える化するとか、それを整理する、そこから学んでいく、気づく、でその状態を作っていくのがコーチの仕事だからね。だからまず自分が自分でそういう状態を作れるようになることね。そうですよ、今すごくいい感じ。ナイス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 、うんね、はい、で今マリちゃんがやってくれてますけどね、できたグループにこうグループ名をつけたりとか何かコメント書いたりとかね、そういうことやるとまたそれが刺激になったりすることもあります。でいろいろとこう工夫をしながらですね、
やれる範囲でどんどんと整理をしたり、そこから学んだり、また新たな刺激で何かを増やしていったりします。でまだできるかどうか、どうやるかの具体的なハウに行かなくていいです。まだその段階じゃないです。拡散の段階です。拡散してちょっと収束させて、また拡散させていきます。 OK、 そろそろいいかな。まあこういうことがこう無限に続いていくわけ。 OK、 じゃあちょっと隣の人とここまでやってみて、気がついたこと、感じたこととか学んだこととか、ちょっとシェアしてみよう。はい、お願いします。どうぞ。